w w w v i d e o n e こんにちははいこんにちは、えー、今日は、えー、2014年の6月の27日ですね27日の金曜日、えー、これが689回目のマラゲキのこめです。でまあ今日の本編はですねあのまあ。 国会が実は22日に会期末を迎えてこれあんまりそういうふうに報道されてないけどもしかすると大変歴史に残る悪い意味でですけども国会になるんじゃないかと言われるほど実はまあはっきり言ってしまえばとんでも法がいっぱい通ってるんですねただやっぱりどうもメディアなおかつ社会全体がやはりそのチェック能力がどうもものすごい低下してしまったみたいで。 普通だったら大きなニュースになるとおかしいような法律がもうほとんどスルーになってしまっているとであの、まあ、全部の法律をとってもじゃないけどあのここであのチェックすることはできないんですけど少なくてもこれとこれとこれとこ,れとこのれやっといた方がいいだろうというようなことはですねあのやりたいということで今回は本編であの、まあ、先の、えー、国会の、えー、で実際に通った法律 の中身特に問題の多そうななんでこんなもんが通ってしまったのっていうようなことはきちんとやりたいとでもその中でちょっと国会の延長状みたいになってしまったんですけどやっぱ今週集団的自衛権のね、まあ、解釈会見による、まあ、公衆が可能になる、えー、方針が結局はまあ公明党と自民党の間で事実上合意に達したということが、まあ、ちょうど今日の新聞 まあ、昨日が合意にして今日の新聞で大きく出てるものなんですけれどもあのこれもなんかまあ細かい話いろいらろでもないこうでもない三要件とか八事例とか出てくるけれどやっぱりちょっとその、えー、その線を超えるということの意味もさることながらその超えるために使ったなんて言うんですか軸付けっていうんですか正当化っていうんですかあまりにもちょっとなんか。 寒いといいいととううかかですねこんなのでこんなことを通して本当に我々の国大丈夫なのっていうようなねあの堂々とドーンと通すのはそれはそれでまた一つのやり方ですよもしそれでマジョリティ持ってるんだったらそれこそ会見,会見するにしてもあるいは会見じゃなくても序断的に税金必要だよっていうことでね正々堂々と正面から通ってくればそれはそれで反論もできるんだけどなんかこう。 ちもちもちまままいろんなのがあってここのとこもちょっと出るんだよねちょっとはみ出すんだよねつって結局線を越えることを許すっていうねそうすればその一線を越えた最小になれると首相になれるということなのかどうかちょっと分かりませんがそこはちょっとさすがにやっぱきちんとやらんとはならんだろうとであんまりそのイデオロギードリブンで下抜的自衛権を超えること自体が大変なことだみたいなことでやってるとどうもこの処ぼさがですねつまりそれを堂々と越えたわけじゃないんですよ今回実は。 超えててないふりしてあのちょっとそこはきちんと検証する必要があるだろうということで、えーまあ、国会の中身と、えー、それから同時に、まあ、国会の延長上でついにだやってしまった、まあ、安倍ちゃん内閣のですね何ですか英談ですかまあ至る所にあるのはね、まあ、日本だけじゃないと思いますが。 もうそれどころじゃない問題で、多くの人がですね、政治その他の問題に注意を払うだけのその余地がなくなっているんですよね。そうで,すねでその典型が都議会におけるですね。あのまあ、いわゆるセクハラ発言の言い訳やじ、うん、セクハラやじに対する言い訳がね。うんうん あの子供を産んでほしいというふうに思っていたからだとかっていうねそういう言い訳はありえないだろうみたいなですね言い訳が平気でなされるわけですよねで以前ここでもお話ししたけれども8事例のうちの,、ね、その第一事例が実際にアメリカが拒否したケースだったっていうことが分かっているけれどもそれに対する何の釈明もないとかい船には乗れないのに助けるためには集団に次元を行使するっていうことになっているでしょだからあの辺もねやっぱ昔だったらねまあ事実上嘘をついたことと同じことなので。 それだけで、ね、本当はの内閣の責任を追及されるっていうことがあるはずなのに、うん、それが全然なされないでしょうでだから全体としてあのほとんど全ての領域であの昔だったら許されなかったようなことがそのある種何でもあり的な感じになってるんですよねでさメディアもチェックできないしじゃあインターネットがチェックしているかといえばそうでもないまあインターネットはもともと国民的なメディアというよりもね個人的なメディアなので 国民的な世論というふうになるためのそのシンボルの操縦が難しいんだけれどもそれにしてもね全体としてなんでこう側が抜けちゃってるんだろうっていうふうに多くの人はなんとなく思ってると思うんですよね。そうですね、うん、まあその中でちょっとじゃあ時代遅れな底の抜けてない議論をここでやりたいと思いますそれでね宮内さんね、えーっとまあ、本当はちょっと今日別のテーマ一つやらなきゃいけないのがあってそれは司法取引の件威のコミをやろうと思ったんだけど今、せっかく宮内さんからの。の のの話が出てるの、ね、ちょっと一点だけこれ先にね、確認しときます。うん、えっとですね、まあ、一応これはなんか決議案が出て、再発防止のための決議案とかって、非常に回りくどい文言で、一応みんなの頭弁乗っかっちゃったらしいので、うん、もうこれで幕引きになってるようなんですけど、ちょっとね、あの実はあの例の塩村綾、えー、香、これ、私の地元の選挙区なんですが、えー、都議が、外人記者クラブであの講演しました講演したのはニュースになったと思うんですけど、 僕は実は、まあ、自分で質問したことなのでよく覚えてるんですけどあんまりそこのところはね大きく取り上げられなかった点が一点あるのでちょっとねこのような事件が起きてですねそのやった人間が特定することもできないというのは、まあ、日本にとっても恥ずかしいことではないかと思います。そこででお伺いいしたいんですが あのまあ、本来、侮辱を受けるとか、えー、名誉を毀損されるというのは、本来はまあ罪なわけですよね、ただし、議場でそれが起きた場合は、まあ、地方自治法の133条で、本来、まず議会にその処分を求めることになっていると、それでえ塩村さんはその処分を求めたんだけれども、誰が言ったかわからないからということで、受理もされると,ということ。は、まあ おっしゃるとおりで、議会のことは、本来は議会が律するべきなんだけれども、議会にこれを律する能力がないことは明らかなわけですから、そうすると、本来であれば、もう一段上の行為が、ですね法的には必要なのではないかと思います。そこでお伺いしたいんですが、まず、名誉毀損、あるいは侮辱罪、これは十分な刑法違反なわけですけれども、議会がしかるべき対応を取られないということで、塩村さんとして、そのような形、何か法的な保護、対応を求める気があるのかどうか、あるいは、 133条に戻っとって議長が対応されてないわけですから、その議長に対して、地方自治法の133条違反ということで、何らかの対策を取るというような法的な部分でまだ本来するべきことが残っているように思うのですが、その辺のお考えをお聞かせくださいあの目的は二度とあの,あのようなことがないように変えていくということだと私は思っています。そのために再発防止 本当ののの再発の防止たために取取れる手段は、つつずっつってていいきたいと思ってます。まずは名乗り出ていただくことが一番だと思ってはいるんですがまず1名の方があの本当にあの勇気を持って名乗り出てくださいました、まあ、1人だけではなかったという部分でこれからまだ進めなきゃいけない部分があるんではないかなと思っておりますが例えばあの先ほどおっしゃられたような、まあ、名誉毀損侮辱罪というような形での法的手段は 排除はしまませんが本当の最終手段だと思っています、まあ、あの今のところ、うんまあ、僕は実はあんまりそれあの話っていうのが報道されてなくて若干、不満なんですけど、うん、要するに何、まあ、ですかよく,よ,くよく言うあのラスベガスで起きたことはラスベガスに、うん、でしか外には出ないっていうので議会で起きたことは。 その本来は議会できちんとその対処すべきであると。だから、あの議会証言によってなんか刑事手続きに入るっていうのは、本来は避けるべきことである。っていうのはまあ不文律としてありますよね。で、国会なんかの場合はもう。それ明確に国会での証言で。 刑事罰は受けないということになっているというふうに僕はあの理解しているんですが今回の質問はだからそれを彼女は求めたわけですよねその都議会の議長に求めたけど、まあ、誰が言ったか分からないからということでその受理されなかったとだから結局都議会には自らを律する能力がないということが明らかになったただ彼女がまあ、ね、あの侮辱なりその、えー、名誉を傷つけられるような発言があったことは間違いない以上じゃあ刑事あのプロセスをね 考え,たらどう考えないんですかって言ったら彼女はそれを排除しないがまずあの再発防止策再発防止を優先したいというのが答えだったわけですよね。でもしこれでじゃああ,のあそこで温太でこうとあれを記者会見で答えてるわけですからもしこれでそれをしなかったらじゃああの決議案でもう十分だっていうふうに判断したってことに。 なるのでそ,それで本当にいいのかということは、ね、もうちょっと本当はあのいろいろなところから追及するべきだったんじゃないかなと思うんだけど、まあ、明らかに政治決着ですよねあの決議案はね。でまあ,あのみんなの党は、まあ、元党首がそれこそ姿をくらましたまんまですね <laughs> あのなんかこう特捜部の動静を横で息を,息を飲みながら見てるみたいなそんな状況だそうなのでそれどころじゃないのかもしれないですけどちょっとあのどうなのかなということなんですけどなんか。 まあ今のコメントも含めて宮根さありますか、その現状について。うん、都議会、自民党の、ね、幹事長が、あじの,、まあの,の発言者がです、ね、自分の7名前前にいるんですよね、7名前ってことは、まあ、おそらく1、2メートルの距離ですよね、で、しかし、野次には気が付かなかったっていうふうに言ってるんですね、でこれは嘘をついているか、あるいはその議会における注意力が散漫で寝ていたか、どっちかなんですよね。 いずれにしても、その幹事長どころか、都議会議員として不適格な存在です。で、こういう存在が幹事長あり続けてるっていうのも。まあ、そこは抜けてますよね。しかもね、この連中っていうのは、僕なんかの絡みで言うと、要は、あの、<laughs> 東京都のですね、その青少年健全育成条例改正問題で。まあ、非実在青少年問題とかでですね、まあ、紛糾するような。 法案を出してきた当事者なんです、まあ、要するにこれはまあ石原慎太郎の周辺にいる、ね、警察庁の執行役人がまあ点数稼ぎに作った法案を、まあ、条例案をね、うん、あの自民党の連中などが中心となってですね、まあ、道徳主義的にこれを議論して可決したんだけどしかしその小学校でねガラスを割ったやつは誰だみたいに言われて出てこないやつと同じようなレベルの、ねうん、非道徳な反道徳的な振る舞いを平気でやっているというね こういう輩がですね、あの道徳の。つまり子供たちのね、道徳的成長のために、この規制が必要だ運動観音とかっていうのは。少子千万でね、も、ま、う、あ、その恥でも。まあ、恥です、あるいはね、なんだっけ、あの。尖閣。にね。あの上陸した議員のうち一人でしょその野次郎。そう,鈴木さんはそうですね。はい、ね。なんなんじゃないか、あの議員の、あの名前、鈴木昭。ああ、鈴木昭宏。ね。あの。お笑いだよね。 完全に国辱的な問題なったわけだよ。ね、てめえの口から愛国いうなこの野郎って話じゃないですか。<laughs> ね、本当は恥さらしだよね。あの本人じゃないよ。国が恥をさらされたんですよ。あの、うん、一応先ほどのやりとりを言えばね。その質問の趣旨は結局だから。うん、その、まあ、えー、なんか地方自治法だっけ。まあ、百三十二条で、まず侮辱を、侮辱をしてはいけないことになっていて、百三十三条で侮辱を受けた場合は。 議会にそれを求めたのに議長がそれをしなかったとすればまず議長に対して133条の違反であるということを求めるのが筋なんであってねまずそれは要するに法律があって制度があるんだから制度にもとってやろうとしたらそれをやらない人がいるってことになったらばそこは明確な法規違反だろうという意味も含めてですけれどもねそれはねジムさんおっしゃった通りです。僕はほらららもう年い前かね あの校内暴力であろうがですね、まあ、先生による生徒に対する暴力であろうが全て警察まーにするべきだっていうふうにずっと言い続けてきてますでしょ。でその理由はあの学校がねすでにあの当事者能力問題解決能力を変えている以上ですね学校も市民社会化するしかないっていう理屈を使ったんですね。で今回そのの学校の部分に 議会とて,てはめればまた同じことなんです本来はそんな自分たちで律する方が好ましいけど <laughs> もちろんですできないんだったらそうするしかないってことですよね。ちょっとそこはねあの一応このやり取りの中で覚えておいていただきたいなというところなのであのまあでもね もう行っちゃうとね都議会、都議会の選挙の投票率っていうのは何、何パーセントでしたっけ、それこそいなんか40%いかないみたいな投票率で選,ばれ、うん、選んでるわけでしょ、うん、だからまあ投票もいかないで、あんな議員選んだのかっていうふうに今になって、投げて思ったとこがあるので、やっぱりち,っちゃんと投票いかなきゃねっていうのも、一つの、もう一つの今回のあれだと思いますけどね、いずれのてもちょっとそれはあの、えー、付け加えておきます。それでねね皆さん今日はや実際やりたたかったの,は、ねあの ずっとやってきている一連の司法改革問題の中でどうもただならぬことが起きているようなんですよね。要するにもともと今回はその相次ぐ冤罪事件とか不祥事を受けて検察警察の在り方司法の在り方を議論するためにできたなんですかあの特別部会ですかというのでなぜか可視化の部分というのはこの間 捜さんとやったように、さんとやったようにもうものすごい限定で、いや、捜査じゃねえか、可視化やったのはあっちか、あでも捜さんともや,ったさんもやったし、それから伊宿先生にも来てもらってやっ,たやったように、もう本当になんか、ものすごい限定条件をつけられた、全体の中の数パーセントに当たる事件しか対象にしない可視化、ね、だけを歌っているのに対して、今度、その見返りとして、盗聴権限の拡大、つまり対象,対象犯罪の拡大ですよねで、えー、さらにその上に今度出てきたのは、司法取引が出てきたと。 で可視化が不十分なまんま司法取引をするとどんなことが起きるかっていうことはねちょっと十分考える必要があると思うのでちょっと司法取引について議論したいんだけどその,、ま、その前に言っていると変だけどね実はねたまたまあの今週ねこれ僕がちょうどねアメリカから日本に帰ってくる直後に起きたことなんだけど1989年にねあのアメリカでセントラルパーク5っていうんですけどあの5人の、まあ、黒人少年がですね 当時14歳から16歳未成年です完全にセントラルパークで白人女性をあの、えーまあ、強姦をして大、まあ、けがをさせたっていうその事件があったんですねでそれ1989年の事件なんですがそれで、まあ、その5人が実は、えー、ビデオカメラの前で自白をしてで全員結局、えー、7年から13年の 有罪判決を受けたという事件があったんだけどそれがもうその刑期が終えたえー全員が刑期を終えた後の2002年になって実は真犯人が出てきちゃったわけこれはまた別の犯罪で捕まってた人があの刑務所の中でイスラム,がなんかにイスラム教かなんかに回収し目覚めてで自分の罪を悔いて自分でそれをやったと言い出したとで実は彼1人の犯罪だったこの人たち関係なかったんですね。要するに 自白の強要がありしかも未成年で14歳16歳ですからでこの5人は近くのセントラ近くでもないけどセントラーパーク内でタモルしてたのは事実なんですよだけどまあ実際はこれよく日本で聞くようなあの話でニューヨークであったってことなんだけどねまず2日間その寝ないまんま長時間の取り調べをしたとそれからカメラの前でリハーサルをしてだからなんかこう淡々とね全く自分が悪いことをしたっていうことを。 感じてないいななような言い方で全員カメラの前でその、えー、自白をしているっていうことやね2日間全く眠れない、えー、睡眠を与えないで、まあ、厳しく、えー、聞いたその、えー、取り調べをしたしかもあの認めれば返してやるっていうふうに言ったとかですねそれからあの実はそんなもん出てないのにそ,のそ,そいつらのそ,そいつの指紋が出たからもう逃げられないんだって言って。 でまあそういう,ふうにまあ実際は騙した嘘の嘘の証拠とかを提示した上で、えー、強要して自白をそれでまあ、うん、まあなんかよく聞く話でね。<laughs> はい、でもまあ1989年の段年の段階ではアメリカしかもニューヨークのこれはセントラルパークですよでのあの犯罪にこういうことがまあ起きていたっていうことなんですよね。でねこれがね今回なぜニュースになったかというとその結局はだから冤罪でもう景気 服役を7年から13年したまあ今もう40近くなってるのかな彼らはに対する保証がほぼ和解に達したとでね5人で40億円で大体景気の年数にトータルして 40, 40年くらいなので全員の景気をトータルすると1年あたり1億円なんですよ1年あたり1億円それでねこれちょっとまあネタ的な話にしていいとは思わなかったけど あの日本でどういうふうになっているのかというのはちょっと一応関心があったので、ね、あの調べてみたら日本は要するに冤罪大量製造装置なわけですから、ね、あの菅谷さん、えー、これ26年間かなこれが8000万円免、うん、田事件、免田さんが、えー、これ34年間で9000万円しかも彼はその年金をその間払えなかったんで年金ももらえないわけです、で出てきてもね。 それで、えーまあ、30年間で9000万円とかっていうのに対して、まあ、大体1年間あたり1人1億円っていうのが出ると。だから、やっぱり、まあ、もちろん、冤罪っていうのがどれだけ重いものなのかっていうのを、金額で測れるかどうか僕は分からないけれど、日本はね、あの刑事訴訟法というので、1日あたり、これはまたね、あのいなんとね、えー、1000円から1万2500円のは、とっても幅が広いんだけど、 1>, 1日1000円以上、1万2500円以下の割合による1日当たり計算とで。それがどれだけ辛かったかによって、その,その前に年収がいくらあったかと関係なくて、どれだけ辛かったどかどうやって測るのか僕知りませんけど、でも1億2あのね一万二5 0 0円1日当たり365かけたってね、うん、万 400, 万400万プラスアルファにしかならないでしょう。うん、つまり1年間400万プラスアルファしかならないのね、つまりおそらく日本人の平均年収。うん そん,な感じそんな感じですよね、うん、だからその1年間1億円っていうね、換算に比べると、25分の1、あるいはそれ以下、30分の1ぐらいかもしれませんね、ひどいね、うん、しかしで、まあ。要するに、一生棒に振ったような人たちに対する保証が、これくらいしか出ないっていうことだったとで、まあ、その悪質の度合いはね、今回のニューヨークの事件ではね、まあまあ、確かに。あの 日本でよく聞くようなもうあの自白の強要ですしでしかも、これはあの今日の後の議論で重要だと思いますけども部分可視化みたいなことが当時は平気でされてたんですよ、実はニューヨークの警察の,ですねそのビデオ撮影についてまだまだ実はちょいろいろと遅れているところがあってそれぞれの警察署のかなり自主性に任されているところがまだまだあるんですね、実際は。だだからアメリカだってて決してその えまあ州によってあるいはそのえ市,市に都市によってばらつきがあるんですけど決してそのえ完全に可視化ができていて全てビデオに撮られてますっていうふうに言い切れるほどまだ立派なものにはなってないただ当然そうなれば冤罪リスクが増えてアメリカの場合はえ罪すると大変なことになるとっていうことですよね。これだけのあのの保証がが必要ににになったりするのに対して日本は逆うううと冤罪リスクっていうのがねどうも ととても小さいいのではないかと冤罪を出したからといってなんか出世から完全に外れたって話も聞かないし、まあ、そんな30年40年後に冤罪だったなってもうその人引退,してる引退してるかもしれないけれどもねそれからまあちょっとこれは話は別になりますけれどこれもうすぐ人事が出ますよねもう出たのかなあの例の飯塚事件で、えー、まあ早く死刑を執行してしまおうということで2年ちょっとで死刑を執行しちゃったそれは一方で。 あっちでその足利事件で DNA の鑑定で冤罪が明らかになりそうになったっていうことで飯塚事件も大丈夫かなって話が出てた時だった当時の森法務大臣がえ当時の刑事局長に「大丈夫か再審請求が出てるらしいじゃないか」って言ったけど「大丈夫です」「署名を」っていううに迫ったえ大野え刑事局長がまあもう今え次の検事総長がほぼほぼ確実 えーまあ、むしろそれは、なんですか、汚点どころか、よく頑張った、うん、よ,くでよく頑張りましたっていうふうになってるということですよね、うん、なので、いったどうなっちゃってんだってことなんだけど、まあいいです、えー、そ,それはそれでまたちょっときちんと本編であのタ,イタイミングを見てやりたいと思いますま官僚の中でねあの、お手盛りで人事を決めている以上、そうなるのは当たり前ですよね。そう だってその大野氏がやったことは検察組織から言えば組織防衛なので検察組織に対するその貢献は多大になるということですからね当然評価されるのは当たり前で市民社会のね倫理から見てこれが間違っているというふうにやっぱり評価をしてそ,のそういう人事を許さないのが市民あるいは政治。 えー、つまり民主主義的なです、ね、その政治の側が主導する人事のはずなんですよね。それができていない以上です、ね、そうなるのはまあ当然のことですね,、うん、それでね今回またおもむろにです、ね、出てきたその例の法制審議会の特別部会で盗聴権限の拡大みたいなことがこの間出てなんでなんか捜査権限の拡大の方に行ってるんだと可視化はほどほどにしてみたいなのはねちょっとおかしいじゃないかということはやったんだけど今度司法取引が出てきたと。 でねちょっと商法取引について、これ、1回また専門家の方に来ていただいて、きちんと商法取引1回やります、ただ、ですね、まあ、ちょっとある程度、あの入門的なことその本、本格的にやるのの前に、ですね司法取引のちょっと形態について、簡単にあの説明をしたいんですけどね、あのまあ、一応、司法取引と言われているものには、この、まあ、一応大きく書と、この3種類があると。でこれは 僕宮内さんと随分議論しましまたあの乗り物事故とかですねの、ね、時にあの少なくてもその原因究明にあの協力するためにした証言に対しては、えー刑,事まあ、刑事事件には使えないあるいはもうアメリカのように面積をしてしまって全面的に協力をする条件と機会に面積をしてしまうというようなのが、まあ、刑事面積制度で要するにその事故原因等の究明の方がその一人の人間を刑務所に送ることよりも よりまあ公共的な価値が高いということが前提になっているとそれからねこれもねあれあれなんですよこれはアメリカであのプリーバーゲニングと言われているものでアメリカの,あの全体のですね9割以上が実はこれなんだけどもこれはあのアメリカでドラマなんかで見たことあるかもしれないですけどもう裁判官の前にこう列コンビニの,あのレジの前に人が並ぶみたいにそのまあ被疑者 被告が並んでるんででるすねでそこで罪状認否みたいなことをしてやりましたって言った瞬間に「はいじゃあ3年」ってポンと犯行したい次ってやるみたいなのがあの起きていてそれは要するに事前に司法取引をして罪を認める代わりに何年っていう話をもう事前に話をつけているのでまあもう認めて「はい次」って言ってもうしあのいわゆる簡易裁判あるいは裁判を実際にしないあの形で処理していくこれは実は何のためにやっているかといえば、まあ、司法コストの削減。 要するにどもう認めてるんだから日本の場合それがないから認めててもいちいち証拠を全部突き合わせて判決を出さなきゃいけないからすごい大変なわけですよねでも認めてるんだからいいじゃないかっていうようなことでただこれ可視化されないとやらいことになりますよ認めてるんだからっていうのをね <laughs> あのセントラルパークのケースだって、ね、考えてみればわかるでしょでこれが、まあ、いわゆるあの何ですか仲間を売れば軽減してやるよっていうようなものとしてこれがまあもう一つあるわけですよね。でこれは これは司法コストの削減が主な目的で,でもし視化ないまま非常にリスキーだと思うとこれはまあかなり大義ははっきりしてますよね大義はね、うんうん、でも問題のこの司法これははっきり言ってその捜査権限の拡大の一環なわけですよねこの武器を持つことによって非常に大きな武器を持つとでしかもまあ宮内さんと前やりましたけど、うん、検察が控訴権を独占している日本の刑事訴訟法の下ではね <laughs> 実はあの佐藤栄作さんの事件の時もそうだったんだけど秘書とかを引っ張って別件で引っ張ってそっちを多め,多めに見てやるから佐藤栄作に不利な証言をしろっていうようなことをやったっていうことが出てたじゃないですかでそれはまあ検察がねその控訴権独占してるんで不起訴にするとかあるいは起訴猶予にするっていうこと権限があるのでそれができてるんだけど今回はこれにそれによって刑の軽減を。 その、うん、測ることができるので、うん、さらにその権限が拡大するという形になっているということなんですよね。でね、これがいきなり、まあ、出てきたと、でどうも今日あの金曜日ですけど、週明けのまたその、えー、部会で、どうも正式にこの導入が決まるらしいということで、気が付いたら、なんていうんですか、この焼け太り火事場泥棒はなんていうのこういうの。要するに本当は もうちょっと検察をきちんと縛らなきゃいけないっていう話になってて監視して縛らなきゃいけないって話になったら気がついたら権限がどんどん拡大して実際の縛りがほとんどスズメの涙みたいになるっていうことがまあ,あの部会ならしょうがないですよ、なんたってその放送関係者が圧倒的多数を占めているでも新聞記事が広いんですよ、一部で反対意見はあったもののって言い方になって。 でまあ、一部でっていうのが、まあ、村木さんとか総合さんとか <laughs> って意味なんでしょうけども一部で反対意見があったものの賛成の多数によりって書いてある、まあ、一応これが司法取引というものでちょっと今後ですねこのことのリスクとで、まあ、可視化の問題それからもう一つは、えー、証拠開示が今義務付けられてない今度の、えー、特別部会の提言でもあの試案を見る限りはリストしか一覧表しかその出てないと。 で弁護士の方なんかに聞くと一覧って言っても一覧のタイトル見ても中身なんか全くわからないから意味がないというふうになっているその取引をするにも弁護側は検察がどんな証拠を持っているかわかんないわけですよねさっきの,あのセントラルパーク5でも指紋を持ってるとか言っちゃったわけですよ実は持ってないわけですよそんなものはね指紋が出たっていうのはうなわけですよそういうことをやってその陥れることができるってことはその証拠開示の制度がないのに取引できないじゃないかと。 ね、だから実はないものをあるように言って認めさせるということができ,できちゃうということも含めて言うと証拠開示もない可視化もないものこんなものを導入したら大変なことになるんじゃないかということだと僕は思うんですが、まあ、どうでしょう、皆さん取引についてはでこれも、ねうん、あの政治が、まあ、時の政権の,です、ね、あの首相や大臣あるいはその与党の,です、ね、その多くの政治家がそれを要求しなければ。 こうなるんですすよよ暴,暴走しますよね、うん、あのこれも何度も繰り返し申し上げているそのマックス・ウェーバーのね官僚正論がありますよね。で基本的にはその政治家庭によってちゃんとコントロールされない限り分かりやすく言うとやけ太りすするんですよ、うん、あの要はあの自分たちのルーティーンの中で危険がどんどん減るように利権がどんどん増えるようにしたがって当然裁量要請行政の余地がますます増すようにっていうふうにてい 自動動的に運ししてしまうんですねマックス・ウェーバーさんマックスはそういう動物だっていうふうに官僚を言ってるわけですよね。でもっと言うと官僚はそういう動物ではないと困るっていうふうなニュアンスも言ってるんですよね,、うん、ね勝手に判断をされてはいけないわけですねそうですよね,ね、うん、だからその官僚のです、ね、決定について国の官僚の責任を問うとかっていうやり方ではですねやっぱどうしようもないでそれは、ね、あの以前ハナ・アレントについてここでしゃべった時のいわゆる凡庸の悪あるいは悪の凡庸さ問題でもあるんですね。うん 自分がやらなくても誰でも同じポジションにいる人間ならやったはずだとあるいは自分がそれをやらなかったらですね他の人間が後側に座るだけなのに自分だけ不利益を被るとかっていうねそういうプレッシャーも出てくるわけですよね、うん、だからその官僚性のある種の暴走については、うん、あの政治家庭がそれをコントロールするしかないのだと、ね、強い政治権力が必要なのだということなんだけど。うんうん 基本的にはあの記者クラブ制度でマスコミが霞ヶ関にビビってるのと同じように長田町も霞ヶ関に対してビビってますんで残念ながらそういうそのいわゆるガバナンスその政治によるですね行政のガバナンスが全然できないとねよく言われるのは政治は目的で目的に対して行政が手段を提供するという形で目的に対して手段としての行政が不適格不適切である場合にはね政治が その目的にとっての手段に過ぎない行政について自由自在にいじることができるのが当たり前なんですけどねであるいはそのいじり方についてだどうかどうかを選挙で国民に問うという形あるいは自由に問うという形が当たり前なんだけどそれが日本はできていないつまりねやっぱ民主主義がちゃんと機能していないというところがこうした問題の全ての まあ背景にあります、ね、だからまあこの制度も含めてあるいは可視化のまあ全く何て言うんですかそのえ実践のない可視化の話も彼らでその部会を怒ってもしょうがなくて,って須っさんと村木さんぐらいしかいなかったりするんだったら無理でね理でそれマスメディアがやっぱキャンペーンを張らなきゃだめなんですよの この部会,って部会にしても法制審議会にしても法務大臣の諮問機関なわけですから法務大臣が本来人事権を行使しなきゃいけないのにもちろん官僚が空けてきたのをそのままラバースタンプしてるっていうことでしょ。 首相候補でしかも、元総裁の谷垣さんだったんだけど、ねねうん、でも、まあ多分ラバースタンプルでしょうねでもともと3年前からやっているから実はもともとは民主党政権下でできた、うん、できたものだということもありますよだからまあその、えー、谷垣さんだけをいわ悪く言ったらおかしいただね、宮さん僕、ね、思うんですよだから政治がしっかりしろってって政治がいきなり入ってってね司法の仕組みを政治がいきなりいじるということにも一方でリスクはありますよね。うん、政治も 司法がしししっかりとななきゃいけないけけ対象でであるわけでしょそれでしめしめと言ってここで骨抜きなんかにされてもたまんないとそうするとねちょっとあの原発の時に似た議論なんだけど実は今回の一連の司法不祥事とかその司法のまあなんていうんですか機能不全っていうのが明らかになった時にはねもっと国の在り方全体を議論できるようなまあ哲学者とまでは全部言わないけどそういう次元での有識者 がじゃあ日本の司法制度どうするんだということを、ね、もっと言えばあえて司法の専門家も入れないで入れないでやるべきだったんじゃないかと、ね、司法の細かい技術,技術論についてはそんなの後でまで、あ、やってくれとただ司法とはそもそもどういうものであるべきなのかということを含めた議論をした上でその枠組みを変えなきゃいけなかったのに司法の中だけで改革やらせたら当然こんなものになる,のなるわけでしょ。それはねねかつてでです、ね、あの中曽根政権下で 文部大臣の下にあるです、ね、その中央教育審議会中教審とは別にあの首相の下にですねつまり文部大臣の上に臨時教育審議会を作ったでしょでジムさんがおっしゃったことはあの審議会制度を使う場合にはねそのまさにあの法務大臣の下に あの自議会特別部会を置くのではなくて、ね、それは格論だよね。そうです、うん、あのやっぱり首相直下にですね、あの臨時司法なんとか委員会っていうのはやっぱり作るべきなんですね。で、これはやっぱり重要なのはね、あのこれであのメルケル首相が作ったね、まあ招集した倫理委員会ね、うん、あの福一の事故の直後に作ってその一ヶ月後にはもう答申を出させるっていうね。で、これはもちろんですね、そのじ 人選にメルルケ氏がです、ね、非常にあの強い権,権限を持って権力を持ってあの加わった望んだわけだけれどもつまりそういう意味ではねあのやっぱり制度を変えるのまた人なので、まあ、あの安倍首相に相当するようなポジションにある人が、えー、そういうです、ね、自分の直下にまさに自分の,その権力を使ってやっぱ妥当な人たちをジムさんのおっしゃるような、ね、まさにあの政治全体を評価するようなタイプの 議論ができる人をね招集して、林教士にならぬまあ林健心みたいなものをねやっぱり作るしかないんですよ。それだけが唯一の方法ですね。<で>うん、政治がどこまで関われるかも決めるような権限を持っている人たちが必要だっていうことなんでしょうね。まあちょっと今回はだから法務大臣の下に作って、しかもほとんどの関係者がその放送関係者でちょこっとだけまあなんていうんですか反対意見を言うような。うん 目しい人をまあ映画監督それから実際の冤罪被害者の村木さんをちょ,ちょこちょこってまたまあ弁護士の方も1人かあと元日経新聞か何かの記者の方が1人入ってるのかなでも全体の数の中では完全に少数派でしかもまあ前も言いましたけど。ななる委員でもない人たちが 大量に入っていてそれがほとんど放送関係者なんですねこれがねまたねだからホームラインの下に作るとねやはりそういう風になるんですよね,すねやっぱりメルケルメルケルケ首相を見習って安倍首相の下にね安倍首相の人選でしかしこれはですねアドバイザリースタッフがちゃんとしていて人選にアドバイスをするってことが当然なんだけど要はねこれ正当性の問題なんですねメルケルさんが選ぶ人間たちの中には 原発関連のいわゆるそのステークホルダーに見える人は一人しかいなかったあのケミカル関係の、まあ、財界人でしたよね他の人は全部倫理学者宗教学者社会学者等だったでしょでそういう、まあ、政治学者もいましたけどもやっぱりそういうその内容的な正当性を担保できるようなねやっぱ人選を やっぱ首相がすするんですよ彼らが言うならしょうがないかって思える人、ね、そういうことなんですね反対派も参戦派も,も彼らが言うならしょうがないかって思える人ってことです,、ね、そ,うですそ,うそうですだからそういう意味ではね、うん、今のこの問題は単なるですねデュープロセスをブローだけには還元できないそのつまり、うん、いわゆるそのジャスティファイアビリティ手続き的なレジトアシーを超えたジャスティファイアビリティーライトネスって言われる内容の正しさを担保するようなねやっぱり人の選び方これが 実は大事で、それをちゃんと政治権力が現にできるかどうかが問われている。ね,ねで、やっぱり原発でもできなかった。うんね、司法改革でもできない。でうん、ねで、これが今の政治的な未熟そのものなんですよね、うん。おそらく集団的自衛権の議論も本当はその次元での、うん、え議論が必要だって、その、ね、な格論の話ではなく、まあ、そもそも今回その、うん、法務大臣のその指揮権そのものもどうするんだってことを議論しなきゃいけないような場のはずなのに、法務大臣の諮問機関がそんなこと。 できるわけないでですからねねそれは、ねうん、でも一応まあシビリアンコントロールというのかデモクラティックコントロールという意味では司法制度特にまあその検察あるいは裁判所に関して言えば本来は人事権が内閣にあってでしかも指揮権というものが一般指揮権と個別指揮権含めて基本的に法務大臣にやると。だから逆に言うとそれ以外はデモククラティックコントロールを 検察に対しての資格をなんかあの検証する仕組みみたいな一応あることあるみたいだけど、まあ、あんまりそれは機能してるとは思えない,思えないんであの基本的にはそのデモクラティック・コントロールは人事とそれから指揮権が今あるとでそれが機能していないからおかしなことになってるっていう話だと思うんですよねそこはね。でそれはやっぱりじゃあ機能させない,させないと検察が暴走したり司法がおかしなことになった時に。 全然その我々はそれを正す手段がないじゃないかということはやっぱりもう一段上の議論がやっぱ必要だった残念ながらとってもお相化された議論をやって結果的にむしろ権益を広げる答申が出しかもねこの一連のいろんな決定あったらしょさっきの A 案 B 案、ねまあ、A 案 B 案ですよそれからあとあれですよあのあの証拠開示に関しては一覧だけリストだけ出すって話ですよそれから司法取引ですねそれからあとあれですあの通信傍受も今度は反対象犯罪を 傷害、恐喝、詐欺、窃盗に広げる、結構いろいろ盛りだくさんですよ、これを、ね、どうも、ね、一括採決するらしいんです。つまり、個別に反対、賛成やるんじゃなくて、もう全部まとめて一括採決、これ、だめですよ、これ。だから、まあ、とはいえやるんでしょうけど、全く正当性はやはり調達できなかった、うん、あの確認をしましょうね、あのさっきの臨教心、中教心の問題は、ね、皆さん、やっぱりあの知恵として引き継いでほしいんですね。 あの文部省の下にですね中教審がある中教審で教育改革を論じてもですねお手盛りの枠を打てることができないでそれはその法務省でも同じなんですよ。どうしてかっていうと文部大臣ってあの大臣として それさまざまなです、ね、権力を行使できるように見えながらその権力のもとになるリソース情報を含めてですべ、ね、て行政管理に依存しているので,であの行政管理に辛く当たることがそもそもできないんですねでその辛くあることく当たることができるのはやっぱり大臣ではなくて首相なんですよねでそれが分かっていたので当時の自民党は臨協心をし 作ったとで臨協心でそのある種の方向性まあ後の生きる力って言われる方向性が出されてでそれが要するに行政官僚制の場合はですねあのどのレベルで決定なされたのかっていうのがすごい大事で、ね、その菅野本さんの時に菅さんがですねあの厚生大臣としてね、えー、そのファイルその探索チームを作ったらすぐに見つかるのと同じようにやっぱりそのできる上の権力がもはやあらかいなようなその方向性 をまあ差し示して、でそこに貢献することがまさにあの文部大臣文部省なら文部省文科省なら文科省に対する貢献になるようなねそういう枠組みを作るしかないんですよ。文科省の枠組みはこうだと。従ってえそれに貢献したものはすべて文科省の貢献だというふうな新しい文科省の方向性を提示した。これは臨教審なんですね。同じようなことをね本当は法務省でもしなければいけない。 で全ての領域で今後日本が政治主導をするというのは、ね、首相の下に臨教心に相当するような各大臣の上にです、ね、そういう内容的に正当な決定を出し得るような人選込みのです、ね、審議会を作ることだけなんですね。文文部大臣文科大臣臣科が 文教政策ののの専門家以外人人たちのその有識者会議を人選すること自体がおかしいももんんねね変だもんね自分に関係なかったり専門外の人たちを宗教学者とか集めてその有識者会議を文部大臣の下に作ったらちょっと気持ち悪いですよ逆にそれはねだからそういう意味ではやっぱりその一段上に行くしかないっていうのはまあその通りですただね問題はここですこんなことやってたら不祥事はまた起きるのはもう目に見えてるっていうことだけはもう言って。 っておくしかないですね不祥事はまた起きる、えー、これは何にも結局根っこが変わってないので残念ながらむしろもっと悪質な不祥事が起きるんじゃないかということが、えーまあ、懸念されるということですよね先ほどのね、えーとえー、大野幸太郎、えー、現東京高検検事長はまだ、えー、検事総長にはなってないようですが、まあ、次の検事総長が確実されている飯塚事件の際の、えー、森大臣に本部大臣にあ,のあれを え刑の執行を進言したと森大臣がそうおっしゃっているえ当時の刑事局長が次のえ検事総長が確立されているとでまあ検事総長に関しては前も言いましたけどあの大不祥事があった時村木さん事件で一旦笠間さんという明らかに本来,で本来のラインとは違うまあ限界はあったけど改革派の方がなったんだけどまた元に戻すためにかなり飛び道具を使ってえ要するにそのえ現 えーまあ、検事総長が定年になる直前に片間さんを少し早く退任させてまた元のラインに戻したということがあったのであもう何も変わってないなということがそこで明らかになったんでしょうけどついにここまで来てしまいましたねということですよね。はいまああのちょっと司法取引についてはもう少しきちんと検証する必要があると思いますので、まあ、これ今回、特別部会で答申,答申なのかな報告書なのかな出た上で。 え実際にに今度法律の改正が行われることになるわけですよねなので、そこへんはきちんとそのチェックしていく必要があると思いますのでまた改めてやりたいと思いますそれから今日ちょっとねもう準備、追いつかなかったんですけど実は著作権についてもね新しいいろんなことが起きていてですね本当はこれもちょっと知ってるあのキャバクラで生演奏をするのはあの著作権違反なんだって。 でキャバクラだとそうなんだけどじゃあその辺のバーとかであの CD かけたらどうなのかとかっていうような話もこれから出てくる可能性があってちょいろいろと著作権についてですねあの新しい動きもあったりするのでこれは TPP の,のな内容にも関わることなのでちょっと、まあ、福井さんだかどなたかわからないですけど一回、ちょっと近々やりたいと思います。それは予告としてあの今 のうちにお伝えしておきます。まあ、ちょっと今日はここまでなんですが、皆さん何か絵コメで最後にありますか？<laughs> まあ、そこが抜けてるんですね。至る所がねなので、あのやっぱり適用間違わないでね。あの指をさしていく必要があります。あのワークスウェーバーがね言っている完了性期間に関して我々落ちりやすいのは？ あの官僚制である以上、ですね誰がそのポジションにいても同じように決定するような問題について、そのた大野さんなら大野さんを,、ね、これを指さしても、どうしようもないんですよ。彼は彼の立場ですべきことをやっているという,そうなんですねなので、やっぱりその有効な政治的なコントロールをいかにその行政官僚の上にかぶせていくのかということがポイントで、で日本の場合、それができるのは、さっき言ったように、ですねその首相のもとにです、ね、大臣の上に位置するような、その臨時なんとか審議会を作るだけの起量 それが首相にあるかどうかということでね、やっぱりどうしてもね、首相のえ最祀、うん、あるいは、まあ、教養、あるいは見識、そうしたものが重要になるんですよね、で安倍首相などには、まあ、安倍首相はちょっと別のことに今、もう夢中ですからね、<laughs> うん、そうですね、ちょっといろんな教ょう、宿題をいただきましたので、これを改めてですね、N コメ本編で取り上げていきたいと思います。 それでは今日はこの辺で